Thank you.
でちょっと後で楽しみだと思ってね、皆さんもぜひ CD ゲットしていってくださいね。ただのオタクだ今日は、はい、1部2部ありますので、うんうん、はい、私たちね、そうですね、私たち2部は19時10分から、はい、出演させていただきますので、はい、2部の方もぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では私たちから、そうです、はい、お知らせが、お知らせがあります。私たち三毛猫会議団ですね、現在関東ツアー中でございます。イエーイ、はいはい、先日、折り返しをしまして、はい、来週の11月11日に、群馬県のトラスト55というところで、ライブをさせていただきます。はい、はい、あと群馬、茨城、東京と、3つあるので、はい、ぜひぜひ、ツイッターなどをチェックしてね、はい、遊びに来てくれたらいいなと思います。はい、そしてですね、来年の話になるんですが、うん、来年2018年2月12日リファ有明でのワンマンライブが決定しております。イエーイ、大きいところです。なのでね、
1部2部でぜひぜひ私たちを知ってもらって、はい、遊びに来てくれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次の曲いきましょうか。はい、はい、それでは聴いてください。恋の魔法。
イケメン歌劇団です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが私たちからお知らせがあります。はい、はい、私たちただいま関東一都六県ツアー回っておりまして、はい、ただいま4カ所回らせていただきました。残り3カ所です。今月は、土曜日が毎月ツアー日になっておりますので、毎週土曜日私たちの旅によかったら来てください。一緒に関東ツアーを参りましょう。よろしくお願いします。はい、そして秋の関東ツアーを乗り越えた来年2018年2月12日私たち三毛ネック劇団のディファー有明でのワンマンライブが決定しております。イエーイ、千人規模。はい、とっても広いところなので、ぜひぜひ皆さんと仲良くしてね、遊びに来てもらえたらいいなと思います。はい、それでは次の曲いきましょうか。はい、タオル持っている方がいたら一緒に回してください。はい、聴いてください。バックトゥーザサマー。うぃえー、
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またありがとう。ありがとうございました。ああ、ごめんなさい。